FM 姫へ、 FM 姫へ、 77.2 メガヘルツ。こちらは FM 姫です。周波数 77.2 メガヘルツで西淀川区姫島からお送りしています。Wednesday, 7 p.m. Motera Time.23日始まりました。メリークリスマス。ねえ、なんかすごい音楽がね。もうクリスマス、クリスマス、もうだって本番、明日本番やで。そうや、私は関係ないけど、関係ないけど。なんでやん、キリスト教やったらやろ。キリスト教違う違う、自宅はもうあの漢字の教や、漢字の宗教や。あの教な。そんな教は教でも。漢字教や、漢字教や、奈良の漢字教や。いいな、もう街はな、もうクリスマスモード一色や。そうよ、もう、うん、グリーンとレッドと、うん、そう、ほんでなんか茶色、あ、金色やね。金色か、茶色って。じゃなんか鹿、ババアはさ、なんか金色が茶色に見えてくる。なんか鹿、奈良やからもう鹿思い出すね。カモシカじゃなくて鹿やね、鹿うちとこは。もうエゾシカとかね。そう、うん、うわ、なんかもうでも感じてたで、うん、もう11月の終わりからずっと感じてた、うん、何感じてた。感じてたっていうのは霊媒者か。じゃあね、今配達でな、小宮の配達で御堂筋を走んねん、大阪の。もう一番ね、大動脈っていう、そうそう、大動脈 ね、信号のないね、御堂筋を走んねんけど、うん、あそこもうないよ、うん、5時になったらな、綺麗にイルミネーションかかんのよ。あそこ5時になったらね、梅田から難波まで電気一色ね。そう、あれやね、駅ごとで色変えてるもんね、あれ。そうやな、ちょっと 4、うん、4箇所ぐらいでこう色変えて、ね、変えたはる、うん、あれ見るのがな、ちょっと嬉しくて。そうや、わかるなってなあ、思って、まあ、あれただでイルミネーション見れるし、見れる な、まあ、で、うん、そうやん。でも私はな、ほら、うん、職場はまあこっちの淀川やけどさ、そうや、まあ走、うん、車で走るから見れるけど、見れるな。でも全然淀川区何も関係ないで、あの辺でも暮らしてる人には何も恩恵受けへんから、ね、何もない。ないよ。でも淀川区もちゃんとクリスマスムードを鳴ってたで。あの重曹も、どこらへん、トミータウンって知ってる、重曹の。重曹駅前やろ、阪急重曹駅前。そうそうそう、トミーっていう、あの、なんか小便小僧のとこやろ、うん、あいつな、どうなってた、サンタクロースの服着せてられて、下半身裸やったわ。あそこ丸出し、トミージュニア丸出しかいな。ジュニア丸見えやった。ジュニアは寒そうやったけど、ちゃんとあの赤ずきんのクリスマスの帽子かぶしてもらってた誰か。なんかダサいよな、ショーピン構造がさ、重曹のシンボルって、ちょっとそれもさ、寒ない。そう、トミータウンにもちゃんとクリスマス来てたなと思って。私もあそこ一切通らへんから全然感じへんだわ。そうか、私自転車でちょこちょこちょこって通りに行くから。あれない、淀川区のこうイルミネーションスポットってないの。淀川区言うたら家なり家とかない。家なり家どこにあんの。あの昔さ、イルミネーションしてる家とか多かったやん。うちのなんか2階から吊るしてさ、サンタが張っているところとか、家なり家って言うねや。家なり家言うねん。今最近ちょっと前流行ってさ、流行った流行った、やり出してんけど、最近はほら、うん、みんなあれも電気代かかるしさ。そうや、自分の家全然きれいくないや。そうやん、でつけたり消したりな、またしまわなあかんから1ヶ月って大変やから、なんか、うん、だんだんしょぼんでき、しょぼんできた、しょぼんできた、しょぼんできて、トミージュニアみたいになってきた。そうやね、トミーくんのことが頭が離れへん。もうしょぼんできて。エロエロ。いや、ほんでやな、うんうん、家なり家も最近見ひんな思ってて、どこかでやってるかな、うちの近所でやってる、ライフ行く道の、うん、ライフの向かい側の家、
2階からあのイルミネーションぶら下げはったわ。ライフの向かい側ってあの閉まった焼肉屋やろ。あのいやうちの家向かう方向の道、ライフから道やね、横道ってこと。あ、そう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 、あのキング街道って言われてんねんけど。え、何キング牧師が通った。じゃあそこはな、もうキング、もう勝ち抜いた人たちが勝った家っていう意味で勝手にキング街道ってつけて。めっちゃ一方通行の道やん、ただの。めっちゃ通りにくいねんけどし。そうやね、ジジイとかババアがな、乳母車をして突然出てきおるからな。そうやね、行きかけた何回もあるわ。なんで私あれだ、名前勝手につけてねえな。あ、そう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 。そう誰も知らんねんけど、そんな妄想ばっかり楽しんでるんね。あ、そう、あそこあったかな、一軒、うん、だけあんねん。ちょっとまた見てみて、インチキ接骨院のとこ行く道や。先生通ってんねんけどな。もう一目散に接骨院行くからちょっと全然気にしなかったわ。もう肩が張って張って最近。もうそうや、寒いからや。でもブワーって行ってるから、そうや、もう接骨院ね、そうよ、行ってるし、もうすごいな、ゴッドハンドの整骨院の先生がいてんのよ、私のお抱え整体師がおって。今笑い声聞こえました。局長の笑い声、局長入ってきてきた。もう面白すぎて入ってきはった。何やねん、優しいな。暖をね、置いてくれはって、ストーブやった。これガス買いに行ってくれたんかな。局長ありがとうございます。ババアに優しいな。そうや、ここでここいじられたらさ、局長もな、いやな、病気になってんな。そうそうや、姫FM 姫からあの救急車行ったらやばいもんな。そうや、元白衣の天使が乗ってたら大笑いや。やっぱ看護婦も救急車って乗った経験の人っておんのかな。自分が倒れて乗ることはないけど、次添いで乗ったことはあるで、うん、あ、そうか、大体みんなやっぱ健康やねん、看護婦って。やっぱりな、夜勤も戦わなあかんしな。もともと健康やしな、なんかすごく鍛えられるから、根性から全てにおいて。すごい大変なのよ、気力体力全てにおいて、全てにおいて。だからすごいんで、なんちゅうの、やってあげようっていう精神もすごいあるから。なるほど。自分がしんどっても、誰かがほら夜勤明けで倒れそうになってか、なってんのに、日勤の人の手が足りへん、なんか誰かが一人なんか病気になって休まなあかんってなったら、もうその人が代わりにするとかいう、そういう世界やったから。あー、そうか。すごいもう過酷な労働状況、昔から人は足りてなかった。ほんまかいな。だから足りておらへんや、あんな汚い仕事せえへんや、誰も。そうやな、みんな嫌がってたやろ。嫌がる仕事やろ。夜は寝たい、汚い仕事したくない。そうやな、やっぱ綺麗な仕事、みんな楽な仕事選ぶから。そうや、間違えたら訴えられるしな、今。それもあるけどな。だからほんま今のこの何、医療従事者、ほんま大変やと思うわ。大変大変や。大阪もな、コロナの専門病棟作ったけど、看護師足りひん言うて。そらなるわ、そうなるわ。な、私クッキー推薦しようかな思って、その時に。あ、してしても、月給50万で。うん、行くわ。私ほんま、そうやね、吉村さんがほら、なんかコロナの病棟作ったやん、そこの住吉に。そう、大阪医療センターのところにな。だから、その、やっぱブランクがだし、20年以上あるわけやん。でも家でほら家事とか子供の世話してんの、あれブランクならへんのちゃう。いや、やっぱり今の進化してるから、だいぶ全然進化してるから、日々のあれは変わっていってるやん。そういうことは、そんな最新の現場生かされても役に立たへんと。ということは、今いてる春もバリバリやってる現役の人が、まあれやけど、そっちで頑張ってもらって、優勝病棟でな。で、私らはちょっと軽症っていうのが、あの普通の病棟、クリニックみたいな感じの、そっちを補うとかいう形にしたら、絶対いけると思うねん。吉村さん聞いてもらおう、ほんなら。私らみたいな潜在のほら、看護師とかはおるから、みんな結婚して辞めたとか、おるおる、旦那についていって辞めるとかさ、おるおる、なんかやっぱりいろいろな子育てしなあかんから、辞めなあかん人いっぱいおるから。そうや、看護師の免許持ってんのにな。そうよ、私もなんか米やつとついだから、やっぱりそっちの仕事、そっちの仕事してるから、やっぱおるやん。そうや、絶対いっぱいおるはずやねん。ほんまやな。その人らはもう、な、そっち行ってもらって、そうやったらなんぼでも集まると思うで。そんな、ええ考えや。もう50万言わず100万ぐらい出してほしいけど。もうでもあれやろ、50万でもあと10何人足りひんとか言うてるから、私もうクッキー行ったらええねんな。あれ、でも100万ぐらいやったら行くんちゃう。行けるな。だってもっと出してほしい。だってそれぐらい、だってたもしかしたら過酷な仕事やもんな。過酷だし、自分だけじゃないやん。例えば結婚してて子供おったらさ、もう家族その周りの人らがちょっとやっぱり差別も受けかけかねへんげだけよ。で、あれ家族おる人は会われへんねんって。あ、
そうやろ、うん、それきついやん。そうや。であそこのお母さんな、うん、なんか言ってはるわ言ったらやっぱりなんか陰口ささやかれたりも、コロナ差別そっち系もあるんやしさ、そうやで、いろんなことをもう見据えてそっちにあげてほしい。そうや、戦場やん言うたら。そうよなあ、ほんまもうちょっと考えてほしいな。な、そやな、うん、吉村さんね、吉村さんの話でした。いやいや、そうそんなんでね、もうでもね、まあ、やっぱこういう生の声聞いたらね、どっかに吉村さんにつながるかもしれんで、そうハッシュタグ吉村さんでこれあげとく。うん、もう私なんぼでも行きたいもん、行ってあげたいっていうのがやっぱりあれやな、奉仕精神やな、あるある。やっぱりそのナイチンゲールの教えを叩き込まれてるもん。そうか、うん、すごいそういうのは持ってるから、責任感みんな強いから、そうやってあげたいけど、うん、やってあげたいけど、やっぱり子供って旦那をって仕事があったら、家庭があったらやっぱりそれを置いてまでいけるぐらいの見返りがあるんかっていう。そうや、それがないとやっぱりさ、なかなかな、家庭もしんどいわ、家族もだってなるも犠牲になるもんね。犠牲になるし、今ある、うん、な仕事も置いていかな。そうや、そうや、その分収入も減るわけやろ、減る、うん、みんな困るやろ。そうやね、一時のな50万に目くらむか。そうやね、うん、それを見据えてもう一回考えて、うん、せや、吉村さんに課題をモテラが出しました。ちょっと、ま、真面目やったな。あ、真面目なことか、ごめん。いやいやいや、そうや、こういうのもちょっとな、喋れるよっていうのが、そう、元白衣のテクニック天使からの言葉。いやー、それでも、ね、でもね、こうやってさ、うん、私もまあ、うん、でもその白衣の天使を捨ててでも、そう、とついてきた、うん、で、うん、コミュニティとついで家族も持って、うん、子供も生まれた、 その子供がな、次男が、次男が、うん、ついこ、土曜日、うん、先週の土曜日、誕生日迎えたんです。あ、おめでとう。え、そんで、ありがとうございます。あ、ちなみに次男くんの誕生日の日言うて、12月の12月12日。あ、1212や。1212もう歩けんで、1212って、もうそこで足踏みして終わるやろ。そう、進まない、進まない。うちの息子も言うたら12月12日生まれ。もう一緒やん。何？アッキーとクッキーの息子同じ曜日。そう、1年違いやけど。そうよ。なあ、なんで12日？私予定日が24やってん、初め。うわー、うん、メルヘンやな。そう、で、あと、もし遅れたら正月料金になるんですか？言ったら病院が正月料金ですって言いよって。だからもう私も、うん、せこいからな。そう、39週の検診の帰り、うんうんうん、自転車乗って淀川次走りに行ったって。うんうんそれが12月11日。ほんなら夕方、もう、あれやねん、もう兆候が出て。そう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 。さすが貧乏人に行っただけあんな。そうそうそう。余分なお金は一切払わへんで。そうや、そうや。だって、2割増し言われたらどうするな、普通の日に産みたいわな。そう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 。私は逆にな、うん、もう予定日過ぎても生まれへんで。あ、予定日もっと早かったんや。もっと早かった、5日ぐらいやって。ほんまかいな。2人ともそうやねん。予定日あと2人とも、あと、もう全然の証拠見えへんもん。多分芝居が良かったよ。ほんまやな。ほんまに出てほしいのに出へんで。なあ、1回でも多かった検診がほら毎週なるやろ。そうやね、9ヶ月から、うん、なあ、しんどいしんどい待ってんのも。そうやね、生まれてえや思って、なほんならまあ12月12日でまあ1212で覚えやすいわー言うて、ええ日に産んだ。うちもそうや。そう、ほんで、うんうん、まあ今年は土曜日やし、そう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 、仕事もあるし、まあ、別に何もせえへんわねんけど、うん、うちの家ほんませえへんな、何もせえへんねん。そうやん、びっくりした。そう、うん、いや、ほんで、うん、もうね、うん、普通の日として過ごそう思ってたら、そうや、仕事もな朝からしてたもんな。そう、そこに米屋にね、うん、すっごいプレゼント持ってアッキー来てくれたんよ。あ、行った。それがね、同じ日やったからな、誕生日が、うん、もう初めて見た、うん、タイの塩釜焼きでした。あれすごいやろ。すごい。あれ梅田にあるカーナっていうお店に特注で作ってもらって、うんうん、あんな料理あんねんな。あるよ、私ももう感動した。もうすごいわ。まだ北海道やったで。あ、よかったよかった。もうな、あの晩ご飯に食べてもらおう思ってな、カーナのお父さんに、うん、おぎままことカンナパパに、カンナちゃんのお父さん、おぎままって言われてる。おぎままそっくりやね。似てるけど。面白かったね。もういろんな話させてもらって、そこでタイがちょっと焼き上がるまで、うん、そんなことないって。ありがとう、めっちゃ美味しかったわ。ありがとう。いや、もうそんなして感動してくれたら、もう GoTo イートのクーポン食べた甲斐があったわ。いや、ほんでさ、あんな塩釜焼きってさ、うん、めっちゃ硬いねんな、塩がね。すごい、パンパンになんか石膏のように固められてる、うん、そう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 、魚の形してて、そう、ほんで、うん、うちの次男もそんな初めて見んねん、うん、見たことないねん。
そうやろな。そんな普通見たことないやん。だいたいああいうお祝い膳の時に持っていくもんな。いや、あんなの私今まで見たことなかった。あの一回 FM 姫 の、うん、あのパーチした時にカンナちゃんがな、うん、あれで初めて見た。そう、私もあれで初めて見て感動して。ああ、そうか、うんうん、家であんな見たことない。タイの、うん、タイの塩焼きとかさ、あるある、なんか刺身でこう、うん、なタイの盛りしてるあんなは分かるけど、うん、塩初めて で子供に、うん、いやよかったなこの祝いのタイやで、うん、言って、うんうんうん、これな硬いやろって、うん、この自分の拳で割んねんで言って、アホや。いや言うたら思いっきりあのゴーンってやって塩に、うん、そうそう、うん、ほんで全然びくともせえへんね、うん、そりゃそうやわ、うん、でこうで痛いだけやん。自分のそう拳、うん、血出てた。うわ、思い切りやってんなほんまに。さすがあれやな。ええ高校行ったはる。そうそう、いろんな憎しみに詰まっとるからな、普段のストレスが。そういつも壁どついとんね。あ、ええ寝ながら、うんうん、健康健康。生きてる証拠や。人にやらんで、えらいえらい、自分でな、怒り壁に消化しとるから。ええ、うん、ほんまやほんまや。あれ、外で人殴ったら犯罪者になるけど、壁どついてるだけじゃ誰も迷惑かからへん。子供部屋の、あの、ふすまボロボロやもん。あー、もうな、家ごと年数たっとるやん。ふすまだけじゃ、猫が爪研ぎしたふすまとか。もう家はボロいから。ええ、味があって、うん、そうよかった、まあ、そんなんして、素手でどついたって。遊んでて、うん、でまあ、うん、ちゃうちゃう言うて、うんうん、あのトンカチ、トンカチにあのほらハンコチ、ね、ハンコチ巻いて、うん、でこれ叩くんや、で、うん、で叩いてやって、次男が割ったんや。割った割った割った。よかったよかった。ほんなら塩分厚いの取って、でその塩どうした、うん、塩な、うん、長男が喜んで保管してる。まだ保管してる。もうもったいないやん。もう2週間経つで。どこで保管してんの。部屋やろ。いや、あんな大量の塩何キロある？ 1 キロ以上あるんだ。もっとあったあった、うん、2キロぐらいあった。あんな捨てんのもったいないやん。まあでもカーナのあれやで、おぎままもあれ体に塗り込んで流すとか、うんうん、そういう使い方するの、うん、口にはあんまり入れん方がいいって言ってたで。あ、そうなん、うん、じゃあそれ言うとくわ。絶対聞かへんって。あかんねん、もう一度か、うん、もったいない。そうやな。お化け出るからね。そうやで、もそんなもう食べれるもの捨てるのが、捨てるのがあかんねんって。いやでも、ええ、もうその考えで言ったらええねん、うん、その塩をどうするかまだ次報告して。いやでもよかった。あ、よかった。もう食べたらもうまだほっかほかで湯気出てんねんや。やっぱ塩で保温されてんねんな。びっくりした。保温だけに保温。何でも拾うなあっき。当たり前よ、もうほんまにこのラジオが楽しくてな。おいしいね、もうパクパクいった。もうプリプリやな。2人でパクパク食べて、いくいく、うちももう3人でペロッと食べた。そうやろ、うん、で半身を2人でバーッ食べて、うん、んでその後上から長男降りてきて、うん、もうまた片方の半身をひっくり返したら、ね、食べて、で、うん、あと目玉も食べて。えー、目玉食べたんや。食べた食べた。うわ偉いな、うん、ごめん。ほんで、うん、旦那の分なくなった。塩それこそ塩舐めさしといたらええんちゃう。あかんか。せやな、夏ええんちゃう。森塩で置いてたのかな。なかなかなかそれ。薬よけ。ちょうど旦那の部屋との境に置いてた。あそこにな、森塩。どんな扱いやろ。お前、でもよかった、内緒の話。もうでも、ほんま3人でペロッといける。あれはいけて、めっちゃ美味しかった。ありがとうな。いや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 、もうあれよな、梅田に取りに行って、うん、でクッキーのとこに届けに行く間、うん、まあ10分ぐらいやねんけど、うん、車に積んでて、うん、もう車の中タイの匂い。まだ今日もタイの匂いしてたもんな。の方向剤。そうそうそう。で次の日やっぱりあれやんか、もうみんな車乗った時何、うん、ってなったらあかんから、うん、もう全部ファブリーズして、でまだ全部開けて買い物行って帰ってきたけど、まだタイの匂い買ってたな。そっかそっか。いやでももう嬉しいわ、それでタイをもう3人でバクバクバクついてくれたんやったら。まあ美味しかった、堪能したわ、ありがとう。いやいやもう、ね、楽しかった。でもあれもバースデーもさ、うん、楽しかった、楽しかったな、うん、うちで一緒に合同バースデーしたもんな、次の日昼間。いやもうアッキーがごちそう作ってくれやってん。ちゃうやん、わいがわいがカレー作ったるわ言うて。そうや、呼んでくれやってん。カレー作ったる言うてな。ありがとう。ほんまのじゃないけどな、カレーなんか本場のネパールカレーですよ。そうや、そういうアッキーが作れるよね、さすが主婦歴25年。そうや、25年や。何でも作れるな、当たり前よ。たわ。そうやろ。もうこの内容はまたね、追って YouTube で。YouTube で。そ
そう、ほんまネパールカレーは私が作ってるからそれ見てほしい。そう、うん、もうほんま家庭にある材料で、そう家庭のスパイスで、そう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 、もう本格的なあの、うん、スパイスカレー秋作れます。作れた作れた。それちょっと YouTube で私今編集してるから、うん、やった載せるね、うん、もう詳細は YouTube やね。あれもうめっちゃおもろかったもん。そうそうクッキーがね、あれもううちらの、ね、息子の誕生日がクリスマス近いからって言って、うんうんうん、もうクリスマススイーツ作ってきてくれてんけど、そうそう、あれもう笑うでほんまに。素敵やったやろ。もう靴下干すハンガーになんかキラキラのリース巻いていっぱいクッキーぶら下げたんね。もうクッキーだけにね。そうクッキーを手作りクッキーね。クッキーのクッキーの親クッキーが作ったんか。そう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 よ、そうよ、うん、ちゃんとでも可愛いあの、うん、うちのクリスマスのアイシングクッキーにして、うん、アイシングやな、あの若い子が好きな、うん、うちの母親がね、あんなスイーツ作り得意やから、70超えたおばあちゃんがな、うんうん、アイシングクッキーでサンタクロースの顔作ってた。そうやろ、下手くそやろ。いやいや、あのハヤトこれ何思うで、わかるかんなもん、早く食わせろや言ってバキバキって食べとった。いやなんかね、それもな、綺麗にアイシングできたらええねんけど、うん、なんか溶けてんねみんな、ツルツルって。そう、涙目なってるサンタが。残念やな思ってさ。それをな、あの靴下ホースハンガーに一個ずつぶら下げて、うん、持ってきてくれてありがとう。え、バレた？あれハンガーってわからんようにし、モールで隠しといてんけどな。なんでや、もうあのクリスマスモール取ったらハンガーや。もう今うちあれもうマスク欲しいになってる。ちょうどいいやろ。家にかけれるから便利、部屋に。そうやね、そうやね。ちょっとキュッとかけれるから。いいで、あれな、うん、旦那さんの単身赴任するときは持っていかしたらええね。ああ、そうかそうか。もうないわ。ないか。娘一人暮らしやから今度持って帰らすわ。まあ、でもクッキーもな、うん、うちの息子も同じ誕生日やから言うてよな、すごいいいプレゼントくれて、息子が大好きなミンタリーグッズ喜んでくれたかな、うん、めっちゃ喜んで。初め袋開けた時になんじゃこれ。ちょっとお前見ろやって言って、迷彩柄が目に入るやろ。もう入った。で、迷彩柄のヘルメットをくれました。そうそう、あれいいで、災害時にもちょうど役に立つね。いい、ほんまほんま。であのもらった当日は、なんやこれ、もうええわ、もうどっか置いといて言って、でもう息子の部屋に置いといて、次の日の夕方、うん、会社から帰ってきたら、うん、うちの家ドドドドドドって、うん、コンクリート掘ってるような音が、うん、上からすんね、家の、うん、でうわなんかあったわと思って、うん、犬がワンワン吠えてるし、うん、でも音が3階の息子の部屋から聞こえてて、うん、でダダダって言うてるとこ、うん、開けて扉、うん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 、どうしたなんかあったん言ったら、死ねー言うて、うん、ライフルでもう何十発も撃たれて、うん、クッキーにもらってヘルメットかぶってやったー。遊んでおりました。役に立ってる、やった、立ってる立ってる、ありがとう、ほんま、よかった。いやもうな、なんかな、サバゲー好きや、そうそう、サークル入ったから、サバゲーの、ね、今行かれへんけど、またそのうち行ける行ける、実践行くときにさ、そうや、ヘルメットいるやろ思って。もうありがとう、もうほんまに今日も使ってたもん。よかったわ。今日はあの短い銃でダダダダって撃ってた。どんだけ銃あんねん。そうや、クッキーも殺されたやろ。殺された。なんか三脚立てるようなでっかい銃持ってたやろ。そう、あれあれあれ、何撃つねん、あれで、あれで。そうやね、撃たれない、私か犬や。もうほんまに死ねえって親に死ねえ言うねんな。いやいや、もうそれがありがとうの意味やから、だいたいええねん、親子で通じとったら。しそうや、当たり前や、もうな、いくつになっても可愛い息子は。ほんまやな、そやね、うん、まだもう弾丸で喋ってしまったな。オープニングが長い。そうや、でもほら、またあの面白いコマーシャルちょっと聞いてみる、うん、ね、ちょっとほんなら一息入れよう。に来ました。すると大物師匠が陣中見舞いに来てくれました。師匠、おはようございます。あ、おはよう。何してんの、何してんの。師匠、もう 今からラジオなんですけどね、今日はちょっとアギ寄せ出てるんですよ。
ね、今楽屋行っているんですけどね、師匠ちょっと一言激励してくださいよ。漫才はね、心やから、はい、頑張り頑張り。ありがとうございます。すいません、今あれやわ、出前館から有名寿司店のお寿司デリバリー来たな、うん、どこの寿司やろ。スシロー、スシロー、スシロー大好物ですわ。やった、やった。今度はこれ持って、今度はちょっとテレビつけようや、テレビつけよう、うん、何やってる、逃走中やってるわ。メールだ。ミッション、このミッションを達成しなければ100人のハンターが放たれる。またモデルの時間聞いてね。ありがとう、バイバイ。バイバイ、師匠、さよなら。ああもう今日も米30キロ担いだから疲れたわ。私もパソコンと喋って疲れたわ。力仕事も頭使うもしんどいな。どっか遠く行きたい。遠く行くんやったら近くのラジオ。ラジオといえば毎週水曜日7時からのラジオモテラの時間。よっしゃ、モテラの時間へ行きましょうか。遊びに行こう。モテラのコント、ウサギとカメ。暇やな。会社のやつ全員ディスって遊んでたらソース缶食って全員からハブられた。誰か新しい標的見つけよう。せや、4月になったら新入社員入るから、それまで旦那ディスろ。のっそのっそ、えっさえっさ、重いなあ。30キロのこのお米をこの山越えてお客さんのところまで運ぶから頑張ろう。よいしょよいしょ。何やあれ、亀か。甲羅じゃなくて俵担いどるで。えっさえっさ、せやけど喜んでくれるお客さんの顔を思い浮かべると30キロも担げるわ。ちょっとちょっと、カメさん。え、私ですか。そんな甲羅もどきの俵背負ってるカメしかおらんやろ。私カメではありません。米です。米屋だけに米かいな、おもんな。あなた失礼ですね。ウサギさん、名前には親の願いと希望が込められているんですよ。面白さは求めてないんですよ。あ、分かった分かった。体も頭も硬い亀さん。だから亀じゃありません、米。そんなに急いでどこ行くの。そうだ、大変だ。もうウサギさんと話してると忘れてくるわ。夕暮れまでにこのお米を山向こうの村に住むお客様に配達するんです。無理や。いえ、私のモットーは真心込めたお届け。一生懸命歩けば間に合います。ウサギの独り言や。このこの真面目ちゃんから、真面目ちゃんからかったら暇つぶしそうになりそうやな。それは大事なお仕事ですね。でもあなたのようなか弱い足では日が暮れてしまいますよ。どうです、私に名案があんねんけど。え、名案ですか。そう、一人で歩くより仲間と一緒に歩くと、時に声をかけたり協力したり励まし合ったり、何かと心強いもんです。そう言われるとそうですね、そんな気がしてきました。でも私あいにく一人なんでして。そしたら私がお供しましょう。えー、いや、そんな申し訳ないです。そんなウサギさんもいろいろご事情あるでしょうからね。お忙しいのではないですか。大丈夫大丈夫です。忙しい仕事はたくさんありまして大変なんですけど、ここは人助け。困っている人を見るとほっとけない性分なんです。私もう気になさらず、ボランティア精神ですから料金などいりませんよ。まあ、なんてお優しい方なんでしょう。ほな、亀さん、さあ行くで。早いですね。はい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 。
しばらく上り坂が続きました。木の枝で草をかき分けたり鉄砲のように打つ、パンパンと声真似する。あ、うさぎさんうさぎさん、あそこの木に柿の実がありますよ。やった、うさぎ柿をもぎ取りむしゃむしゃ食べますよ。あ、うさぎさんうさぎさん、あっちにはしいたけが生えてますよ。よっしゃ、うさぎはしいたけを取り次から次へと食べる、むしゃむしゃ。よいしょよいしょ、やっぱり30キロのお米は重たいな。ちょっとうさぎさん、お茶でも飲みませんか。そうですね、ごくごく、ぷわー。あ、私も一口いただい、あれ残してくださらなかったんですね。あ、ごめんごめん、自販機で買うわ。いや、こんな山道に自動販売機はありませんよ。違う、あると想像する。頭に浮かべてみて、例えば梅干し、酸っぱいしその味の梅干し、どう？唾液出てくるでしょ。酸っぱい梅干しを思い浮かべると、あ、本当だ、すごいすごいですねこいつすぐ騙される。さあ出発しましょう。せやな、行こう。せやけど宅急便に頼んだら便利やのにね。まあそれもあるんですけどね、やっぱり自分が作ったお米を望んでくださる方に直接私からお渡ししたいんですよ。へえ、面倒やね。いえいえ、慣れましたこいつ何でも信じるから騙したろ。米さん、毎日配達していると腰痛くなるでしょ。はい、痛いですね。それならこのシール、腰に貼ると痛みが消える魔法のシールや、米さんに使ってほしいけど、これ最後の1枚やねん。あげたいところやねんけれどな、父親に持って帰るからな、どうしよっかな。そんなうさぎさん気使わなくていいですよ、そんな大切なものなら、そんなあのお父様に持って帰ってください。でもいや、米使い、今こそ必要や、貼ったるわ。あ、ありがとうございます。わ、スーッとしますね。なんか痛みが薄れてすごく効果が早いです。うわー、これ効きます。そうか、困ったな、お父さんに何て言ったらいいんやろ。お父さんすぐ怒るからな、怖い怖い。あー、もう どうしよう、すみません。ええねんけどな、薬局で似たようなん買わなあかんねん。せやけど私財布忘れてもうたわ。あ、おいくらするんですか。いや、そんなんええねんって、そんなつもりないしね。でもちょっとな、あんまり断るのも悪いしな、ちょっと出してもらおうかな。10万円。それは想定外、高いですね。今持ち合わせがないんですよね。いや、それさっきのそれぐらいの品物やで。いえ。あ、そや、私あのポイント貯まってるから、ほな10万から1番にしてあげるわ。1番でええわ、ちょうだい。あ、そうですか、それなら今あのこの売上金から出せますね。お、あいよー、ご苦労さん。じゃあまたね。最後まで一緒に行ってくれないの。おしまい、はい、悪いやつじゃな、うさぎ、このそう、ま、私の素性をそのまま書いたやろや、ちょっとな、ちょっと頭にはあった。ほんまこのポイント使ってな、そう一枚にするって、この前のお祝いのタイもそんな感じで買ったからポイント使うところはな、そうや、うん、上手に使うところはあの参考にさせてもらったけど、いやいや、うん、こう分かる、現代版のウサギとカメやね。そうやそうや、うん、人を騙すのも、うん、まず一回は優しくして、そうやそうや、騙されるなって思ったらもうそこからやね。そうやね、もう、うん、すぐいかんと、最初上の、うん、
こう助けるふり、うん、助けて、うん、ほんでなんか大きいお金言うてそれでちょっとあかんって分かったら、うん、ほんでこれでいいわみたいなのしたら、うん、結構人ってね騙されに騙され詐欺の出口やね、まあ、被害者の会の代表がコメントいただきましたもうクッキーそれで何回も騙されてるやんこれほんま今やったら40万すんねんけどねもうクッキーもお友達やからな、ね、20万にしたるわ言うたらもう40万から20万にしただけであえらい安してくれたんやこの人ええ人やってなんねんなそうやね悪い人という印象が、ま、なくなるのよ逆にすごい負けてくれてええのかしらそんなんてなんねんなもうすぐ騙されるもいやもうでも勉強なるなるなこれ、うんうん、ほんまに初めなうさぎさんも悪いやつやねんけどなちょっともうね心あの言葉巧みに亀さん一緒に行ってるわとか言いながら、ね、でも私もこのなんか詐欺のテレビとかドキュメントやってたやってる見てるけど、うん、やっぱり手はそうな感じやそうやみんなそうや初め優しいねそうやねでまたその孤独な人を見つけんねんなパッとうまいよ なそう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 ちょっと年末でちょっと、うんうんいろいろ世話しい時やから、うん、そういうの多くなるんでねそうや気付けた方がいいと思いますよほんまもうねなんか変な電話がかかってきたら、うん、藤井米国店と思ってなんでやねんあかんやなやうちとか助け求めてくるそう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 なんかね、相談事があったら藤井米国店ねホームページに電話番号書いたのそれかアッキーやねアッキー断り文句うまいからそうやもうすごくな人を見抜くからねやっぱりね、うん、何回も何回もね、うん、あのお断りしてんのにこう打診してくる人ってやっぱり最後にね、うん、ほんまは出たくないんですってはっきりね何でも言っとかないとね、うんうん、でも自分の意思をちゃんと伝えるのは大事やなって私アッキーから学んであ確かにそれはいると思う、うん、結局なんかいやいやねその人のなんかね、うん、あのイベントとか合わせても全然行って自分が楽しくないやんね楽しくないしんどいだけでそうや、うん、せっかくのお休みの時にねそのイベントで楽しくなくてお金使って、うん、結局何してたんやろ今日一日って何やったら、うんね、ちょっときつい言葉で返しちゃうかもしれへんけれども、うん、その人に私はほんまに、ね、これはやりたくないんですってはっきり意識を示せなあかんからねそやね、うん、だから時に断るのも大事やねんだからあそうそうそう何でもはいはい、うん、そうですねじゃあ行きます、うんうん、楽しみですって言うてたらあかんわあかんあかんあかんそれは、ま、学んだわなうん、やっぱりもう楽しいと言うたらもう今クリスマス入ったからねそうよクリスマスといえばクリスマスの思い出語ろうや、うん、そうやもう私ら親やからさあげる方やねんそうもらう立場じゃないねんけど、うん、ちょっとこうクリスマスさ、うん、例えば小学生、うんま、の時期青年期大人、うん、なんか思い出ある、うん、パターンで順番にねせやな小学生の時、うん、小学校の時は思い出ある、うん、もらってる立場やんそうやだいたいあれやんね、なんか親がリサーチ入んねんね、晩ご飯時に。あ、そんな感じやったん、うん、秋とか。うん、何が欲しいって言って。え、直入やねんな。あ、そうそうそう。サンタさんに言うにゃーとか、そんな感じ？なんかサンタさん、電話したるわって大概。電話したるわって、そんな、そんな、親戚のおっちゃんみたいな立場やった。もう、そういうな、昭和世代の親ってそんな感じや。そう、私も思ってた。繋がってる思ってたからな、サンタと。そう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 えどんな煙突ないのにどうやって来んのやろうと思ってたそう私も思った煙突からこうサンタ出るってなんかテレビで学んでしまったからあるな、あるなそう電話しといたるわ言うてそう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 何欲しいのあきこ何欲しいの言われたそうや私小学校の時何欲しかった私、ね、もう動物好きやってん小さい時からあそうそうやねで家動物園にしてくれってよう言うとって、うん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 、すぐできるやん金あるからそうやねそうやねできるけど、うん、私野良犬ばっかり拾うとってその時すいそう野良犬飼うてたからなやっぱり他の動物が食べられちゃう言うてあそうか、まあ、そう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 野良犬かえ勝手に住まわしてて親怒らへん の, あ の, 汚いの家の敷地入れへんかったらあのいいよって家 の, あの裏庭があって、うんうん、裏庭の敷地広いからそこ離しとったら、うん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 、全然飼ってもかまへんっていう餌あげなあかんやん餌はほらお手伝いさんが適当にお金かかるやんあそんなんはもうほら昔ながらやからねあ、うん、猫まんなんかそうそうまんまんそうそうそうやねお手伝いさんがねちょっと残してご飯をなせやな昔味噌汁の上澄みなんか飯になんかかけて食べてたな犬ってそうやそうや毒のなかったもんななかったなかったそうやそうやそうやいいなそうやでそれをずっと言っててんけどやっぱり動物はな、うん、親嫌いやから二人とも獣の匂いは嫌いやって言ってあんな獣臭いとこ住んでてそう小一まで牛は飼ってもらっててちょっと待ってやそこちょっと待ってそのそれぶっ飛びやねんけど今入ってきた情報ほんま食べたけどなそれはそう、うんうん、牛と鶏は飼っとって
食べるためやんじゃん。そうや、そうや、食用、食用や。食用かよ。そうや。ほんで何欲しかったほんまは。いや、も私もあれ物欲あんまりないから、うん、ほんまに動物やって。動物でもいろいろあるやん。昔そんな犬犬野良犬も野良猫もその辺ゴロゴロおったやん。おったおったおった。もうそやねん、もうだから犬をいっぱい欲しかった。キリン買ってくれとかそんなんな。いやもうそんなんはあれやって、ほんまに犬欲しかった。何しか犬が好きやった。犬好きやってそうなんやだから今犬みたいにガチャガチャしてんねんなそれうちの犬のキャンキャンてるもんなそれうちの犬 や, いや一緒にアッキーも喜んでな喜んでる喜んでる。もう家で犬飼えるなんかもう夢のアイランド。マジで、うん、もうだからやっと夢が叶ったわ私。そうなんや。半世紀生きて。やっぱ金あっても親嫌いで買ってもらわないねんな。そうや、娘のな1歳の時はな動物園がーってなんかないやいやそうそうそうしたけどもやっぱりな。そっか物欲ないんや、うん、私もう物欲しかなかったな。あ、だからほら日頃与えてもらえへんからやわ、うんうん、ないだからやわ。そうないものねだりや。うん、でも欲しいもんが一切当たらへんだ。 なんでかわかる。なんでやろ。もうサンタさんはいないのよ、もともと。やっぱサンタさんもやっぱり各家庭によってあのお財布事情が違うねんな。全然違う。その家のサンタが。しかもうちとこ母子家庭やったから、うん、あ親はもう元から出す気ないねん、プレゼントは、うん、ないのよ余裕が。そうやから、うん、おっちゃんがくれるでって言ってて、いつも親戚のおっちゃんがくれてて。もうほんなそれバラされとったん小さい時。もう知ってた知ってた。だってあんた俺言うやって電話させられたもん。サンタに電話する。ありがとう言うて、クリスマスプレゼントありがとう言うて。かわいそうにほんまそんな夢のないな。ないよ。んでしかもな、うんうん、ほらあん時な私どうしてもなんかウォークマン欲しかった時期があって、うん、中学校ぐらい。もうちょうど小学校6年間の変化、ね、あー流行ったな。欲しかったよ、うんうん、ウォークマン。そういうウォークマン出てきてさ、うん、であれが欲しいって言うたんやと思うわ、うんうん、ほんだら却下されてん、うん、おっちゃんに。高いね。もちゃう耳に塞いでたらな、うん、後ろが来ても聞こえへんからとかな、あと耳悪になるとかいう理由で却下されてん。せや、うちもウォークマンはあかんって言われた、まあ、ほんでなんか何来たか言って、なんかオセルとかな実用的なもの。あ、うん、もうだからもうなんて 今70代の、ね、大人があげそうなプレゼントやわ。オセロとか、あとほんまに時計、時間ちゃんと見やって守りやっていう時計とか。実用的やな。そうそうそう。まだゲーム機とかなかった。なかった。え、お兄ちゃんほらおるやん。おるけどお兄ちゃんももらうところはほらおっちゃんやから。どんなおっちゃんかっておっちゃんの家庭もあるやん。そうか、そんな裕福でもないわけよ。あ、そうか、一般家庭の。自分の子供にもあげなあかんわけやから、うん、ほんならようけの頭数やな。そうよそうよ。そうかいな。ゲーム機なんかない、だからもう家にそんな任天堂やらなんやらっていうのは一切したことなかったし。ほなお兄ちゃんも一緒やねんな。一緒一緒。うわ、でなんかもうどうしてもなんか欲しかったやろな、うんうん、コカ・コーラの景品で懸賞を応募したらなんかそれが当たって、うん、サンタおったな自分らで当ててんねほんだらなんかそのコカ・コーラのなんかピンポンゲームかもなんか来たわ。テレビにつないでやるピンポンゲームみたいな。あ、うん、もうほんま単純なやつやで。なんか棒があってそれにこうなんかボールが来てここ当てたらポンってこっちがポンってやつ。昔のインベーダーみたいな感じやな。そのシステム。もうピンピン落ちてくるやつをね。それそれそれ。それが唯一あったな。そうか、うん。うわー、もう欲しかった。もうなんかな。もうちょっと上になったら、ね、青年期になったらどうなった？青年期な。うん、青年期。もう青年期になったらもう。もうほら今度ほら。もうないやん。付き合ったりしたりしたらなんか言うとくやん。とりあえずなあ、なんかティファニーのネックレスとか。あくじゃない、妹ってたん。私一回ティファニーの指輪もうた。すげえやん、うん、それ置いてあるわ。まだあんの。指入らんようになって太って。うりや、うりや、うん、そろそろな。もうそれはオフレコにしとくわ。すげえな。私もその時もブランド何も興味なかったから。そうか、うん、何もらってて。でもなんかイヤリングもらった気がする。でもピアスあげてたからピアスくれやってん、うん、だけどなんかチェーンこんな一本のなんか鎖のピアス、あ、5センチぐらい長いやつやな。あれを入れてたからすぐなくなった、うん、あ、その日になくなった。落とした。あ、でもすぐ落ちるわ。こっから引きろってもらってすぐその日になくなって、うん、あれっていう。もうそれなんか教えてくれててんで、ね、ピアスがもう何やこれっていう。もうあかん。クッキーを耳にかけるもん全部なくしてるやん片っぽ。そうやねん、そうやねん、あかんねん。もう、もうイベントとかでな、可愛いね、あのイヤリングな、お揃いで買ったりとかしたら、うんうんうん、片っぽ全部なくしてるもん、なんとかで。なかんな。青年期はないけど、でもとりあえずちょ、うん、中学生とかになると、うんうんうん、お小遣いじゃなくて、あの年玉あるやん。年玉を貯めて自力で買うねん、欲しいものを。
あーそうか、偉いな、そうやってなんかもう絶対自分は叶えたんねんってそのすごいわそのエネルギーがいやいやいやなんかもうでそれで自分でとりあえず欲しいもんはゲットできるやん、まあ、なんとかな、かろうじてな、何こうた、ほんで私な、その時な、編み機欲しかって、うん、流行ってて、周りで。こんな、このぐらいの編み機。知ってる、ちゃっ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 て、おもちゃみたいな。そうそうそう。で、ね、あのマフラーとかね、あれ、番号変えたらええねんな。しょっぽいな。あ、出来上がりがな。なんかあの、ポーチ、こんなウエストポーチ。せいせいせい、できるできる。あんなんとかやねんけど、あれが流行っててん。ほんで、もう自力で買ってんけど、うん、結局すぐ飽きた。いやな、うちの娘もせや、うん、小学校の時編み機欲しい言うて、うん、編み機買ったけどマフラーばっかりいっぱい作って、うんうんうん、そのまた毛糸が買い買いねんな、そうやねそうやね、くるくる回るやろあれ、そうやそうやね、しょっぽいから、そうやなんで最後の始末は手でせなあかんからなそうそう結局親がのな、ね、ね、手がかかんねん、あのリリアンとか好きやってんけどな、流行った流行った、リリアンな、そうや、あんまりおやっとってんけど、やっぱ編み機とかあかんな、そうや、ほんまや、なんか缶バッチメーカーとかいろいろもうあげてあげた、そうそう、だから大人になってからさ、うんうん、ウォークマン、そうか、やってに入った時嬉しかったかわいいかわいい、もうそれをさ、もう一歩間違えて盗むやつおるやん、なんか人騙してお金ひったくったりとかな、でもクッキーえらいえらい、うん、自分で買ったんねん年玉貯めて買ったんねん、買う買う、もう早く、もうだから働きたかって早く手に入れたいから、ああそうか、全部、でも狙いよ、もうそこで働こうっていう意欲が、思った思った、普通ほらもうみんななんか大学生とあんまり働きたくないとか思うのにな、何をしてるからな、家にな、どこ探してもお金出てこへんからほしたらもう自分で働かなあかんわ、えらいえらい、もうその盗となる人と働く人の違いや働いてな、自分で買おうっていう方に走ったら な今みたいな幸せなお米屋さんに嫁いでなあ、幸せかどうか分からんけどな、いや幸せやわ、この前もちょっとタイ持っていた時にお母さんとお話ししたけど、うん、ありがとう、すごい気さくなええお母さんで、ちょっとおまけでその2号つけろや思ったけど、よう言わんかったあんまりええお母さんで、ね、あかんお母さんもそのまま信じるからあかんで、そうやな、あかんで、お母さんこれ2号売りもあるんですねで、ありますよって言っていつもお世話になってるから、これ年末のご挨拶のタオルですって、お母さんこれ2号売ってるんですよ2回言うたった、そうなんです、またよかったらお買い求めてくださいって、いやあれ家であれな、うん、お風呂に使いやすいね、あ、薄めやから去年もらって使ってる、今もうパリパリなってるわ、あそやろ、もう1年2回変えて、うん、なああれすごい、でも水分取ってくれるから毛乾かすが早いねんな、いいやろ、うん、あ、いい、あんまり分厚いとな、せやね、吸い寄らへんねん、うん、干してもすぐ乾けへんやん、そうやね、あのぐらいの薄さがちょうどいい、いい、もううちの息子大好きあれ、ま、だからな、お客さんがさ、うん、この間12月入ってぐらいやわ、うん、で、あんまりそんなに皮張らへんね、感覚的に、うん、お米電話かかってきて、うん、せや、お米頼むわ、うん、せや、うちとこな、この間トイレ入ったらな、うん、タオル、もうボロボロなってんねん、うん、あんたとこでいつもくれるやつ、うん、あれ持ってきてなって言うね、うわー一緒に行かん、いや、呼ばれんねん、でもそれで覚えてくれてるからタオルの効果あるな、タオルつけろ言うね家族分、一人一人やけど、あ、一人家族一人やからな、うん、ならそれで思い出すねん、うわ、いやー、毎日買う人ちゃうやん、別に、あ、そうやな、一人やとあんまり減らへんわな、それで思い出されてんな、もう何やそれっていう、やっぱりな、良心的な米やな、もういくら買ってもタオルは一個つけてくれるもんなまあまあまあ、あれはね、うん、お客様に感謝の気持ちなんでね、感謝、もう、あ、先週に引き続きやっぱやそうやろ、もうほんま感謝しかないてな、やっぱ12月は感謝、そうや、やっぱこう思い返す時期やん、そうや、そうや、1年間ね、そうそうそう、もういろいろお客さんとかね、もう、うんうん、ね、いろいろやってもうて、でもなんかな、うん、でもクリスマスプレゼント交換とかせえへんだ、したしたな、したわ、200円までとかさ、そうあった子供の時、難しいなあれな、そうや、あんな分からんから、うちだいたい600円ぐらいしてるやつ持ってって、なだからそれ当たった人は喜んでる、そうやろうな、うん、格差社会やななんで今同じフィールドに立ってるやん一緒一緒いやなんかさ子供会とかあって、ね、あったあったあった、うんうん、でその地域の公民館がすごいフル活用されてて、うん、そうやん12月のねそのクリスマスでイベント使っとったイベント来てくれるやん、うん、なんか公民館でその地域のおっちゃんおばちゃんだから集まって言って、うんうんうん、そこでなんかくれたりとかクリスマス会して開いてくれるのが、うん、何やろ唯一の楽しみやったそうやだってケーキとかさ子供会費払ってるからくれたやそうそうそう家で
はそんなにせえへん なかったけど、あもうそこでそのイベントの肩代わりしてくれんねや、うんうん、もうそんなおしゃれなことは何もなかったなイベントが。いやでも今こうやってなクリスマスのね時期に、うん、ラジオやってんねんで私ら。そうやな、なこれがもうほんまラジオは不思議やねん。もうでまた家帰って自分の声を YouTube で聞いたらなんかもうねえな自分の声聞くのってせやねん。でもなんか楽しくない？すっげえ楽しい自分でまた聞いてまうな。そうやねせやねん私ももうねちょっと過去何回か分を振り返って聞いてみたりとかそうそうご飯つけてるとご飯た作ってる時とかよう流してんねそうやねそうやねですごい下手くそやねん喋りは下手くそやねんけどそうやねなんかこう感慨深いっていうのかそう愛おしいっていうのかなそう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 近しさやねんそうそうあの時こう言うたらよかったなとかそうそうまだちょっとよく出してんねそう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 すいませんけどそうでまた次の次回でこういう思っててもすっかり忘れて忘れる忘れるもうちょっとさ、うん、桜木くんみたいなあ、まあ、流暢に喋りたいねんけどそうやねん実況ツイートも上手やしなあの子はほんまなんかディスクジョッキー向きやなあの子うまいラジオ向きなかなかでもそれはできへんなモテラはでももうモテラはこれはモテラの時間やから1時間あそうかそうやいろんな時間な、うん、そう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 喋りの時間もコントの時間もあってそうやそうや普通のおばはんがなこうやって FM 姫みたいなな、ラジオ局あるから来て喋ってね、うんうんうんこういろんな人にツイートしてもらえるってもうなかなかないで会社にとったら誰今日ディスろかなって私もいつも考えてねチェック着てるやつに赤い帽子かぶしてみたろかなとかなんかトナカイの絵がいっぱいついたセーター着てやった子おってやんか、うんうんうん、でかわいいな言うたら、うんうん、やっぱりなこの服着た時藤本さんに言われるか思ったあえてだからやっぱり言われた思ったらもうほんまもうこれもう着やへんとか言うてかわいいいやまた来といて私またいろんなオーナメント持ってくるわオーナメントって絶対嫌ですそう僕それ12月限定でしか着られへんやん服やでそうやねそうやねいっぱい 前も後ろも鹿が更新してんねん腰で5、6匹うん鹿に1個ずつ名前つけたるわ言うてもうトイレ通るとかトミーとかダッサそうお前はどこに行くんだとか言って司会に喋りかけたからもうええですからとか言ってこう普通のさ会社の同僚やったらさ、うん、いやかわいいやっぱクリスマスやなとかさ言われたって、うんうん、言われたって言っててこれがな藤本さんに会ったばっかりにそうそうそうでもう腰ずっと鹿ついてるから鹿がぐるぐる回ってこのままバターなるかってそれ違う話でしょってそれはね3匹のそう虎のなんかあったやろちびくろサンボやなそう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 あれ今差別用語やねやろちびくろさんぼってな来たらあかんねんな黒人の話ってなそうやそうやもうややこしい時代やほんまやほんまやなあでももうみんなねいろいろクリスマスの思い出あると思うけどね、うん、また今年は今年でねまたもうなんぼでも作れるからそうやそうやクリスマス過ごしてくださいそうやほんでこれがもう今年最後の放送やからそうか、うん、これでモテラの時間は今年は終わり今年は終わりやねんけれどもフィニッシュやで。でももうほんまいっぱいもうこれ何回やってるやろ24回はー、うん、すごいすごいな。コマーシャルのパターンもいっぱい作れたし楽しんでくれましたコマーシャル、ね、そうコマーシャルもやっぱりちょっと演出ねうちの社長頑張ってくれていろいろそうやん、うん、毎週来るたびに新しいの増えてるからもうそうやそうやね楽しいわそうでコマーシャルの出演してくれてるのちょっと最近ネパール人もちょっと出演してもらってちょっとそのネパール人のコマーシャル聞いてもらおうかな、うん、寿司うまいわあれ枚数毎週水曜7時にモテラの時間です。みんなで聞きますよね。はい、ありがとうございます。友達 あの、ね、ネパール人なんです。そう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 。寿司ありがとう。寿司ありがとう。もう可愛いな。声で聞いてたら可愛いな。そうやね。顔見たらおっさんやね。もう私だと年代変わらへん。おっさんや。まだ寿司もちょっとね、あのサムネに出てくるかもしれへんから。
もう楽しいなあ。もうでももうあれやもんな、子供も大きなったからクリスマス自分らのためにできるな。できるな、うん、もう男なんかもう男ばっかりやから、もうクリスマスのくの字もないで、うん、せやな、ケンタッキー毎年買う言ってたもんなはい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 、もう親が頑張って買ってくるって、そうや、パーティーバーレルそれぞれの時間に食べんねやろそうそう、みんな集まらへんねやろ、だんらんないからうちの家おかしいな、あれケンタッキーのコマーシャル見てたらみんなでパーティーバーレルか、うん、囲んでるやん、あそういうイメージあんねんけど、それぞれがあ、また CM に騙されてる、あなんでそういうイメージはできるちゃうねんな、大人やで、そうや、みんな忙しい、塾行って、まあまあまあ、な親は仕事して、うん、お母ちゃんまたパート2回目行って、そうや、忙しいねん、そうか、そんな集まってる暇あるわけないやん、ほんでパーティーバーレル置いて、うん、食べた後はそのバケツどうすんの、あ、あの長男の家のゴミ箱毎年ゴミ箱いっぱい増えるやんあれ高さ結構あるで、あのいっぱい入れるだから、そうか、ゴミ箱、うん、ほんなしばらく捨てんでええの、ずーっと、あ、そうやな、1週間に1回だから、プラスチックがめっちゃたまんねん、あー、かさばるから、だから1週間に1回やんか、収集が、だからちょうどいいねん、そうか、うん、ケンタッキー喜ぶわそうか、そうやって今日もな、今年も、うん、今年もじゃああれ予約すんでー言うたら、うんうん、あ、俺のゴミ箱増えるわ言うてええ子やな、もうほんまに始末ええ子やわこの前な、長男とどんじゃらしてうちで盛り上がったな誰一人大人どんじゃらのやり方わからへんが、長男必死にやってネパール人も入らしてなあれすごいな、マブ太郎のどんじゃらやったけどさ、うん、あ、そう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 、もうほんま初心者がしても遊べるな、遊べる、うん、面白かったあれちょっと時間がな、あの遅かったから、もうあんまりな長いことしてたらな、うんうん、お腹減ってくるから、まあ3回なやったけど な、また続きやろう、うん、またやろう、ね、お正月次ね、なんか面白いことあったらお正月明けの番組でちょっとね、披露しよう、はい、ね、もうモテラっていう名前をね、覚えてもらって嬉しいわ、ほんと、ね、リスナーさんもどんどん増えていって、わ嬉しい なんか聞いてくれはると思ってたらな、そう嬉しいな、そうや、 YouTube 上げてもな、 YouTube も結構な、ね、再生回数あるし、そうや、うん、もうどんどんね、モテラの名前広めて、そうやな、2021年はオリンピックの開会式出れるモテラに、うん、何笑ってんの行くで行くで、なんでかいこと言うな顔と一緒やな、そうや、顔と態度と一緒で、でかいでかいでもね、言霊あるからな、言うといた方がいいわ、そうやな、言うといて、そうや、うん、もしかしてうちの会社スポンサーやから手回ってくるかもしれんお前やもう来年はモテラ、うん、オリンピック出るぞ、開会式なんか演出しますありがとうございます、ほんまや、ありがとうございました、お世話になりました、はい、また来年もよろしくね、お願いします。